座を想像してから行くべきだったか。いや想像してもそれがどの配点に効くかも相当想像力豊かじゃないとできないと思う。それも想像する。いやまずブランカはサンダーちゅうのがない。まあバイパーがいるからバイパーがサンダーなんだけど、ブランカがサンダー電気でしょ。ブランカ自身もだって電気出る。どういうことかな。会話が全く成り立ってないから。どういうこと。ブランカに電気が効くって言いたいんやろ。分かった。そうやろ。うん、それでいい。違った。もういい。分かれ。ルイは、ほらここ難しい。やっぱり初めて知りました。寸分の狂いも許さない。いや初めて知りました。いや今お前に気を乱された。相当乱されてきたかな。ほほ。ちょっとなんかこうそういう色気を出すと死ぬから。ね、色気の発見が右入れば。いいよ。ちょっと。いや、今の時間言われても。違う。よじ登っとるねの。ああ、よ。よじ登っとるねの4時を言ったんです。え、今は4時だから。今4時だよね、ちょうど。違う、そうやけど。いや、よじ登ってることを4時っていう人初めて聞いたんだけど。違う、よじ登っとるねっていう話をうしようとして、いや、よじ登っとる姿がなんかちょっとマリオを思い出すなと思って、切れそうになってた。話をしようと思ったけど、全然つまらんからやめとこうって4時で止めただけ。なんでこいつ時間言えないつぶやいてる。これ別に放送、これ生放送じゃないから別に YouTube で見てる人は今が4時かどうかなんて全く関係ないから、ね、何言い出すんだこいつ。せやな。頼むよ。あー、ためできなかった。ちょっとお前そっち来んの。おー、出しといてよかったね。体力回復アイテム。これぐらいいけたいのにな。いやいや、もったいない。は？出ろや。スイカは石に負けるみたいな。いや、壊れる。石が？これよ。いや、これあと何発か。ゲージなくなる。イリアン戦の温存していかんと。スイカ、スイカは有限やで。あかん。ものすごいゴリ押し。ゴリ押しでボスまで行った方が多分いいね。あと1点あるよね。お、いい、あるじゃん。なんで？なんで見てる。もうこれで、出るキックアウト思ってた。だからある。うわ、すごいご両親を見た。だってもう1機あるから、まあ、1機あるから。その戦略な。次で全力ですわ。全力のスイカで、まあ、とりあえずここはあいつの攻撃パターンを読むか。そうやな、勉強しよう。タイランドパンチでしょ、最初は。タッチ違うし。バイオレンス2。パーフェクト。そんなん出るんやな。あの攻撃パターン違ったんですけど。2位から2位やってたのに、2位からタックルやってきて、ため分割使ってきたんですけど。最初メタリックスフィア。メタリックスフィア打ってからの。あ、これか。メタリック。これを打って。
スフィア撃ってからのあれ何雷撃みたいなやつ2何2位だっけな、ダイナマイト2位だっけな、そんな名前じゃないかな、バイオレンス2位、本当にバイオレンス2位だ、本当にバイオレンス2位ですよ、違ったら恥ずかしいよ、でデンジャラスヘッドバットでしょ、本当にデンジャラスヘッドバットにバイオレンス2位にメタリックスフィアに、いやなんかメタリックスフィアはなんかデストロイ、デストロイタックル、本当にタックルデストロイかもしれない、海外版だから、本当になんか逆かもしれない、王子の、いやいや俺サードで、わかる、ストリートファイター3サードストライクというキャラ、ゲームにいるキャラ、僕そのゲーム出身、ゆりやん分かりますか、その名前なんや、バイオレンス2です、バイオレンス2、デンジャラスヘッドバット、メタリックスフィア、それは受け入れられる、でデストロイタックル、デストロイ、あれデストロイタックル、でもねあのデストロイタックルね、ちょっとねこう肘肩を入れてるでしょ、ね、2回ぐらい、うん、あれはねタイラントパニッシュ、スーパーコンボ、スパコンなの、あれスパコンなんだけど多分、でも芸術買ってないから多分普通のタックル、なのでデンジャラスタックルに、じゃねバイオレンスタックルだっけデストロイタックル、デンジャラスタックルに、あ前回なってる、難しい、そんなことは置いといて、なので、ね、ちょっとね思ったより攻撃パターンがね豊富でね、もう上に出してた、そう中ほら22でしょう、で22タックル、ほら違うしタックル、あ分かった、タックルの時に、ね、予備動作が入るか分かるか、オッケーオッケー、もう完璧です、ちょっとちょあれ弾遊びしてるの、いつの間に、ちょっとスイカ、スイカ置いてある、あのスイカ設置技、ちょっとスイカでこれダメージ食らってるね、あっち、打ってないよね、度が悪いです、あのバスターでやってれば今頃俺多分もうちょっといけてるはず、なんで買えなかった、いやお前がスイカが弱点って言うから、言ってないし、言ってないよ、あなたが言ってたんで、ちょっともう本当に嫌だ、本当に嫌だ、ちょっともうやだ、何な、いやあれバリア、あれイージス、いやもう死んでるからなんか今さ3回ぐらい構えんかった、ちなみに俺あの構え中ずっと飛んでたからね何あれなんか3回ぐらい食べたよね、あれ何の予備動作、変わる疲れたから変わるんだけど、変わるんですけど、変わりますけど、いや、もう分かったよ、変わりますけど、クリアできます、できます、あなたボスまで行って攻めて、行きましょう、絵的にきついから、あの尺的にも